ってきます。はい、おはようございます。今日は天気がいいのでシュノーケリングをねビーチにサクッとしに行こうと思います。ほんまにすぐね5分ぐらい歩いたらビーチで、海入ってビーチからもほんま1分2分3分ぐらいで結構ねウミガメに会えたりするんで。ん？どうした？うん、ちょっと待ってな、後でな、会えたりするんで、マジでおすすめなシュノーケリングスポットですね、この島は。まあ、ウミガメ以外にもね魚さんいっぱいおるんで楽しめます。まあこれは週に 1,2 回ぐらいかな、潜ってるのは。基本部屋のシャワーとか使わないんで、体が痛ったりしたタイミングで天気が良ければ行くみたいな、そんな感じです。でね、もうほんまにシュノーケルしに行くのに無駄なもん持っていく必要ない感じで、このほんまこうやってそのまま潜れる感じの格好で出ます。いつもピンと、このゴーグル、シュノーケルセットと、であともう裸に下だけ履いて、履き物もねなしで歩けるんで。あんまり天気がいいとね、この土のとこはいいんですけど、石畳みたいになってるとことか、アスファルトはないな、コンクリート敷きになってるとことかやと激熱になって足の裏やけどするんで、まあでも朝の時間帯やとまだ大丈夫かな。まあだいたいいつも入って2、3回がバーッと潜っていってバーッ言うて疲れたら上がるぐらいの感じで、まあ30分、調子いい時は1時間ぐらいふわふわしてるのかな。まああんまりね引きこもってるとあれなんで、一応心身ともに健康維持するために定期的に入ってるっていうところもあるんですけど、まあアフリカおった時とかはね、もうマジで1月ほぼ運動せずに引きこもってたりしてたんで、買い物以外外出えへんみたいな。まあだからなるべく買い物はとりあえず毎日行くように、ほんまその日必要なもんだけ買うみたいなスタイルでやってますけど、まとめ買いしてね、ほんまに1週間外出えへんとかなっちゃうとやばいんで、あの宿でねなんかできそうなタイミングがあれば筋トレとか腕立て伏せとかしたりもしてるんですけど、あ、今日は天気がええな、ありがたい。はい、ここまで来るともうすぐそこが海が見えてきました。このなんか雰囲気ね、ここの通りの雰囲気めっちゃ好きなんやけど、かわいいな。はい、現地の子かな、めっちゃかわいかった。モーニング。はい、はい、もう海やね。6分かかったか。うん、まあ今泊まってるねギリジプシーっていう宿から6分で海でした。いいね。お、サップやってるお姉ちゃんがおるわ。お、なんか撮影会してるカップルがおるわ。楽しそうやな、あのカップル。この辺にしようか。この辺で入って、さて入って何分で亀に会えるかなっていう感じで撮っていきましょう。ということで、とりあえず飛びたんで潜ってきます。
カメおったね、早速。早速息継ぎしに上がってるのがめっけだね。ああ、疲れた。ああ、一回潜ったわけで疲れちゃった。もうこんな感じで、結構このね、ボートが止まってるぐらいのあたりね、ちょっとボートがたまに走ってくるんで、気ぃつけとかな上がれんけども、まあ向こうも気ぃつけてくれてるからね、もうこんな、ね、すぐビーチみたいなとこで、亀さんに会えるよと。今日はちょっと波がね、普段よりある感じだから、若干透明度もねいまいちやな。まあでも亀さんに会えたからよかった。食事中にね、近くうろうろしてあげても申し訳ないから。いや、なんかどうしても多分ね、騒がしいのね、まだ時間かかるのね。手朝会に、まあ、大体朝天気いい時入って昼前には上がって、おテント様がね、高いうちに乾かしちゃうと。で、そんな話どうでもいいわな。とりあえず上がります。いや、やっぱ GoPro 綺麗に撮れんな。なんか亀さん追いかけてるうちにね、だいぶ流されてたというか、場所移動してたみたいで。わあ、いいね。いいね。で、あ、ここあれや、懸垂。ね、トレーニングできるとこ。で、まあ、無駄なもんをね、持たずに、シュノーケリングしに来ると、場所移動しちゃってても、荷物離さず、このまま、ふっと帰れる。よっしゃ、ほな、帰ろうっと。